綺麗に積み上げたね、俺が。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は巻き割りをやってきます。はい、はい、いつものね、巻き終わる場所とちょっと場所が違うんですけれども、ここに以前伐採したクワをね、ここで細かく切ったんですけれども、そのやつがここにまず今山になってるから、でもどれも巻き割りサイズで前に切ってあるからね、ここでちょっと巻きを割っていきましょう。そうです、はい、いっぱいあるけど、巻き割りをやり尽くしたこの俺らなら1時間もあればこの全部割れちゃう。あ、まあ割れるね。まあ俺だったら20分、俺一人でやればぐらいで、まあ、俺なら20発で終わるかな。ここも並ぶ、ああ瓦割りみたいに並べて、おお。じゃあそれで今日はやってみましょう。危ないのでやめましょう。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、ここ1ヶ月ぐらい巻き割りしてなかったけど余裕です。バカにしないでよ、なんたらかんたら、ちょっと待って、巻き割りちゃんと振って、Oh no, oh no. なんか変な形だな、これ。最初からは難易度高いの選んでるんだ。あ、それは逆向きでやんないとダメだな。いや、やーべえ、キレッキレ、全然落ちてない、むしろ腕が上がってる。これは頼もしい。マジで外す気がしん、まあ、油断大敵だからね、気をつけてはやりますけども、ずっとやってると覚えるもんですね、体が。私はルーはいつまでもはルーはって言ってなかったっけ。勝つわね、待つわじゃなかった。ちょっと恥ずかしいね今の。節をきれいに割ると節になれるっていう言い伝えがあるんですね。不思議、いとこの不始末が目立つ。弟の不死だらな生活が目立つ。弟は不死ががうまい。時期なのかな、めちゃくちゃ出てくるよ、カミキリムシの幼虫。クワだから余計多いんだよね。では本気で集めれば多分今日の昼ぐらいにはなるけど、どうする、集めてく。そうね、2人お茶碗1杯分は余裕でいくと思う。そうね、2人分の。あとまあちょっと柿もなってきたし。ああそうだね、うん、それですね。今日のデザートも今日はついてる。いいね、豪華豪華だ。かぼちゃもあるよ。あ、そうじゃん、うん、きれいにしましょう。今日はディナーだ。今日は豪華ですよ、ご飯が食えるな。豪華なディナー。倒れるな、倒れるな。ステイ、ステイ、シッツ、ステイ。オッケー、3、2、1。あがめてほしい、俺のこと。巻き割りの神様と、まあ、なかなか良くなってきたね。ありがとうございます、師匠。師匠を超えることを夢見て、これまで30年間修行を続けてまいりました。疲れた。師匠が土掘りに遊びくれている最中に、僕は薪割りを
必死に頑張っておりました。土遊び、もうほらん、もうほらん。いや、遊んでない。ありがとうございました。冗談で、冗談で、ほんと遊んでるなんて思ってないですよ、そんなの。うわ、ひどい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 。もうやら教職だからね、弟だってその本のもめちゃくちゃ大変だから。それはもうジョーク、ジョーク、アメリカンジョークのやつ。完成まであとどんぐらい？あと 30% ぐらいかな。あと 30%。 うん。いやでもマジで出てくる、異常なほど。1個割れば2匹くらい出てくる。1つの巻きからじゃなくて、マジで今3匹飛び散ったもん。本当に今日食べ放題じゃん。いや、ガチで食べ放題、踊り食いできる。1匹めっちゃ真っ白でめっちゃうまそうなやつ。今日は鉄砲蒸しの炊き込みご飯だ。あぶれば張りがあって、ねえ、これマジでめっちゃ綺麗じゃん。えらい、いろいろ遊んでないでどんどんやってよ。いいのよ、遊んでるなんて。俺はそんなこと一言も言ってないのに。もう薪割り終わっちゃいそうだけど。全然終わりそうもないじゃん、まっまっ。うわ、でっけえカメキリムシの幼虫。これは、よし、きゅうりゃあたがんでーぜ。マジで醤油とオリーブオイルをかけて、と塩かかけて炙って、チミチとかけてくるとたまんなく美味しい。新鮮、マジで。でもおつまみだよね、普通に。おやつ、おつまみ、パン、天然の。だってもう今コオロギせんべいって売られてるぐらいですからね。何それ。これ前あの食べたもん。本当にコオロギをせんべいにしたってこと？いや、コオロギパウダーを。コオロギパウダーか。よくさ、エビせん、あの薄いエビせんとかわかる？うんうん、丸い、あんな感じでコオロギパウダーを混ぜてて、コオロギせんべいっていうのが売られてるの。甲殻類的なやっぱ香ばしさがある、ね。ほぼほぼ完成です。これで隙間を埋めると。そろそろ、ちょっと、さすがの、いとこも、疲れた。いや、疲れてない、疲れてない。余裕。疲れを感じない。人間って何か終えるって時に疲労感が、疲れが来るから、まだまだ、終わりがね、見えないと続いてるわけですから、今もこうして薪がまだまだありますから、まだ私に疲れは出ておりません。これがあと薪がもう 2,3 本とかで、ああ、ようやく終わりそうと思ってどっと息に疲れてる。なるほどね。だから今の弟は一番疲れる状態ですね。もう残り 5% で終わりが見えたというところで疲れが、ね、疲れちゃったんじゃない？疲れてないよ。いや、楽しくて楽しくてしょうがないですよ。疲れること楽しくてしょうがない。楽しい楽しい。あ、そりゃよかった。あと 2% あと 2% 大丈夫？なんかため息じゃないけど、疲れた感じの声が聞こえたけど、余裕？余裕。よしよしよし。やー！OK。できた。できた。あと一パー。これでもうあと巻き起こして入れていけば。OK。完璧。釘を使わずに作りました。こだわりポイント、これこだわりポイントだね。これでこうすれば横のね、雪崩を防止することができるという。はぁ、カラスが鳴いた。ああ、詰めて
別にここにこだわらなくてもこうすればより大きな面積でやることができるというか。ほらほらほら、これでどんどん上にこうね、はい、ほらもうバーッと積み、あ、すごいじゃん、上げていけばこれ1段目、2段目と行っていくという、ボロボロの板もこうすることで再利用できるというですね。これこっち側に倒れててもこの横側に薪がね流れようとするので、それをこれで食い止めれる。これでほらいいでしょ。ああいいじゃん、雪崩がこれで落ちない、起きない、ね、これで段が積み上がっていくごとに板を追加していけばいいから、うん、いい？交代しなくて疲れてない？ああ全然全然疲れてない。じゃあ積んでいきますよ。まあでも俺これもう作ったから、うんうん、俺の仕事はここまでかな。ひどいね、協力してたと俺はずっと思ってたのに、弟は肌からそんなつもりはなかったし、俺の仕事は俺のここまで、ここまでやったらあとはやらせりゃいいよ、へっへっへっって感じで思ってたんだ。エンターテインメントね、一つ言ったけど弟の本性がちょっとここに来て出てしまったように。何がよ、さあこっから積み重ねていきます。今日のヤギ、画面に映っているのはヤギのソラとロゼ2歳、奥の青い首は赤いリードの方がソラくん、手前の赤い首は青いリードの方がロゼくん、ひなたぼっこをしているのかな、尻尾をフリフリ振ってご機嫌な様子。今日は珍しく立ってご飯を食べています。いたずら好きのロゼ君、早速いたずらをしようとしだしたけど足が痒くなったのかやめて寝転がりました。ひなたぼっこで気持ちよく寝ているヤギたちでした。めちゃくちゃいい感じじゃん。ほら、この薪棚。本当だ。踏んでけれるという。すごいね。力作。大物、大物、おー、ほんとでかい。俺に幼虫投げつけてない？いやいや、今のは普通にそっちにやっただけですよ。ひどいね、こればかりは。幼虫は要注意つってない。私はもうこすりすぎてペラペラになってる。腰が痛い。早いやちょっと。元から腰が痛いからさらに痛いなという。ああなるほどね。腰が痛いってことは腰たん。何？腰たんたんと。
そう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 。迫真の演技に騙されてしまったね。うわあ、もう冷たい。ごめんって。もうごめんちょっと。いや、さっき喜んでたから出たんだよ。喜んでない。だから欲しいのかなと。いやあ。天の神様が許したって俺は許さんの。根に持つ。根に持つよ。多分。10年先、20年先もずっとネチネチ言い続けた。あの頃、幼虫を投げつけられ、薪を当てられたんだ。薪は当ててないじゃん。結構もう、割れるのがないね。どこがこう、結構割れるのは割ったから。おい、何、珍しく純粋に褒めてくれるじゃない。褒めたってくれるやんか。エロい、そんな褒めたって何にも出ないよ。ここに来ていとこのありがたみというか偉大さに気づいちゃったか。はい、この長いのを一発で割れました。いいじゃん。おー、綺麗に積み上がるね。綺麗に積み上げたね、俺が。なんで積み上げれるんだろう。やっぱ俺のうまさかな。なんで横に流れないんだろう。やっぱ俺の積むうまさかな。バランスよく倒れないように工夫してこう積むことでね。よくぞ聞いてくれました。なんで横にストッパーがあるんだろう。まあこれも積み方がね、こう横にたまたまあったこの壁をうまくストッパーとして使う俺のこのアイデア。なんでたまたまあるんだろうな。なんであるんだ。あ、俺がこの前ここで枯れ草作ろうと思って確か作りかけたんだ。シーズン大体終わった。じゃああとはもう積むだけだ。そうです、積むだけです。あ、ごめん、いたい。うお今何時だ。もうおそらく11時半ぐらいじゃないの。そこまで行ってるかな。意外と11時くらいな気もするけど。見てくる。うん。11時8分。はっ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 は。私の体内時計の方が正確だったようだね、弟君。あとこれだけ？あとそれだけです。合点承知。綺麗に詰めたでしょ。綺麗だね、これ。やっぱ俺の A 型が出ちゃったか、ちょっと。なんかソファーみたいだね、ソファー。ソファー。うん。はい。それではね、薪を積むことができました。そうですね。いっぱい割れたね。はい。多分ちょうどここにある分が俺が割った分で、こちらの分が弟が割った分。まあそうだね、時間的に。そう認めてくれるあれなの。うん、まあだけど、なんでこうやって詰めてるかというと、俺が、あ、積み方が割ってる時間の間に、この絶対に倒れない、釘を一本も使ってない自然の廃材のものだけを使った薪棚を即席で作ったもんだから、ここまで綺麗に上まで積み重ねることができたというわけですね。今回の功績を割合で言うと、はい、弟1、伊藤子9。まあ、これ勝負じゃないから協力だからね。好感度上げようとして、まあ2人の協力で無事積むことができましたと。はい、どこの好感度はダダ下がりというねことですね。
エンターテイネン、テイネイネイネ終わりです。エンターテイメントですからね。それでは、はい、本日の動画は以上になります。はい、本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。